令和元年10月5日、阿蘇市並野にある道の駅並野神楽園で、第28回神楽フェスティバルがあり、大勢の見物客で賑わいました。神楽フェスティバルでは、まず、波の太鼓黒つぐみの子どもたちが太鼓を披露した後、神楽フェスティバル実行委員会の古澤真一委員長と佐藤阿蘇市長が挨拶してフェスティバルが始まりました。最初に波の小学校子ども神楽クラブのメンバーが神楽が無事に終わるようにと御法霊紙を舞い、続いて波の中学校の神楽クラブの生徒が岩戸開きを披露しました。この神楽フェスティバルは、古くからこの波の地区に神楽が伝承されていたことから、神楽で地域おこしをしようと、地元の神楽保存会や市などの実行委員会が毎年この時期に開催しているもので、昨年は台風のため中止となり、今回は2年ぶりの開催となりました。地元横堀岩戸神楽保存会は、スサノオノミコトが、高間ヶ原におられる天照大神に挨拶に向かう天の締めを披露。神楽師がおよそ10メートルの青竹に登り、竹の上から持ち投げを行いました。第25回の神楽フェスティバルまでは2日間行われていましたが、おととしからは夜神楽も楽しんでもらおうと1日開催となり、暗くなると舞台脇には赤々とかがり火がたかれました。この日は県内外から大勢の神楽ファンが訪れて、お面をつけた神楽師が鐘や太鼓の神楽囃子に合わせて勇壮に舞う神楽を見物していました。今年は特別に1000発の花火が打ち上げられ、神楽フェスティバルを締めくくりました。